皆さんこんにちは、リフトです。この度は誠に申し訳ございませんでした。先に謝っとこうかなと思ったんですが、もうめちゃくちゃ今更な動画なんですけれども、もうなんであげるかっていうと、まあ、単純に紹介したいっていうのもあるんですけど、あのもう台本を作ってるんで、あの作り終えていたので、あの上げたいなという、あのクソみたいな思いです。すいませんでした。あのまたね、今回やっていくのがアニメエンバームレイ最新情報ということで、前までね月に2回ぐらいやってたんですけども、ここのとこもずっと上がってないと思うんですよね。結構多分エンバームレイの情報ってかなり溜まってきてるんで、まあまあ、週に1本か、まあ、週に2本ぐらい、意外と俺作るの大変なんで、実はそうで、週2本ぐらいは上げていけたら、また秋アニメのね円盤売りランキングとか、これも上げていきます。はい、というところでね、こうご期待というか、今回ちょっと過去情報になるんですがね、なかなか注目のラインナップというか、秋アメイド戦争とか、スパイファミリーの2クール目とか、ヒロアカ6期とかね、点検とか、この辺発売になってましたんで、その辺紹介していきたいなというふうに、思ってます。でチェンソーとかさ、それがこの後に発売になったのか、もうなんか時系列がさ、あって俺1月11日発売の今紹介するっていうめちゃくちゃことやってるんですけど、申し訳ないです、マジで。すいません、本当に。ここに関してはね、ちょっと反省というところなんですが、そう、なんかね、とりあえず後からまとめようと思って、秋アニメが、そうだよね、チェンソーとかこの後なんですよね。改めてまとめてあげます。嫌がらせじゃないよ、俺。嫌がらせじゃマジでないんだけど、スタイルとしてはね、円盤売りランキングで全部まとめる動画と、まあ、こういうなんか、ココラや、やる動画、っていうのを基本作ってるような感じで、そうだね。次の動画が、チェンソーマンとかの売り上げを今更まとめて紹介するっていう。一回ね、チェンソーマン単体で撮ってるんですけど、何枚だったっていうの撮ってるんですけど、まあ、気になった人は、ま、このまとめ情報でも見てみてください。っていうとこで、やっていきますね。はい。そうか。そうだね。だから2本は上げる。3? サボりすぎてやばくなってるね。2月28日。うるせえやつらの円盤もう売り上げ出るから来週ぐらいに。すいません。なんか前置きも長くなってね、もう本当に申し訳ない限りなんですが、まあちょっとこれはもう台本作ったからっていう、もうクソみたいな本当に理由なんですがね、ちょっと動画上げさせていただきたいなと思います。はい。今回ね、紹介していくのは秋アニメ全部で7作品、そして、アニメ映画が全部で2作品、というか全部合計9作品ですね。円盤売上順番に紹介していきたいと思います。で、まあ順次ね、円盤売上の個々の動画もそうだし、円盤売上ランキングとかもね、上がっていきますね。その辺は、円盤売上情報気になるよって方はね、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけましたら大変幸いでございます。もうこれから完全再開していきますね。もう今後このようなことがないように、もう時間管理、動画管理、いろいろ管理に努めてまいりますので、よろしくお願いしますというところで、では紹介していきます。では、まず1作品目。こちらですね。秋葉メイド戦争、円盤売上から紹介していきます。1月11日発売、もう2ヶ月越しに紹介っていう、もうやばいことしてるんですがね、もしかしたらね、秋葉メイドって何枚売れたんだろうってご存じない方もね、いらっしゃると思いますのでね、はい、まあ、そういった方はね、楽しみに、聞いていただけたらなというところでございます。はい、秋葉メイド戦争ですね、こちら初動売上なんと862枚、ちょい売れていいんじゃないのって思いますけどね。まあ、正直ね、秋葉メイドとかは本当にもう今期の被害者だなっていうのは僕はもうシンプルに思ってて、今期ってか前期ね、本当になんか秋アニメやるべきじゃない、今期とかにやったらまあ全然違ったんじゃないかなってか、円盤売上多分3000枚ぐらい行く作品だと僕は思ってるんですけど、まあやっぱいかんせんやるくるが悪かったなっていうのは僕は思ってますね。本当にものすごいアニメだったなっていうのね、思ってますし、1000枚初動いかないっていうのは厳しい結果だなっていうのはね、思ってます。ドラマ CD、 まあ特典が別にさ強い系じゃないと思うけどね、もうオリジナルアニメってやっぱね、リコリスリコールでもあったり、やっぱ売れやすい売れやすいんですよね。まあ数字出てただけね、悪くないかなとも思いますけれども、1000枚は言ってほしかったなっていうのはまあ正直、思うことです。はい、これ本当面白かったね。多分今ね、初めて秋葉メイド戦争ってアニメあったんだって人もいるかもしれないんで、マジで見た方がいいですよ。俺非常に面白かった。
そう、昨日生放送やってて、昨日っていうかもうこの前か、生放送やってて気づいたんですけど、毎回僕 PA の先に、ね、最近なんかもうダメだろうとか言って、俺面白くないですよねとか言って入って、手のひら返しちゃって、もう恒例行事になってるんでね、あのスキップとローはあれも面白くないと思ってますけど手のひら返すんじゃないかなって感じです。はい、じゃあ2作品目そうですね。転生したら剣でした。転剣ですね。まあ前夏秋アニメで言ったら、まあ怪術と転剣で、まあ二大ナロー作品みたいな感じでしたけどもね、こちらの売り上げなんと初動1055枚ってこれも厳しくない？いやこれも厳しい結果だなと思ってね見てましたけれども、なんとか初動1000枚超えというところでね、シリーズ累計230万部突破と、でまあアニメ2期もねこの作品決まりましたけれども、まあなんかね、まあ数字厳しいは厳しいんですけど、まあ妥当っちゃ妥当かなっていうのは僕は思ってることですね。正直もっと面白いと思ったんだよね、点検に関しては。まあっていう中でも初戦前出たっていうところで、まあまあなんとか9大点なのか、まあ2期決定したからいい、万事 OK なのかっていう感じですかね。初老1055枚となってます。では3作品目こちらですね。勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女も最強しか出てこない番組ですね、ビステというところね、こちらはなんと初動578枚とかしっかりね初動枚数出ました。ビステとかね下手したら通じてないかなと思ったんですけど、まあなんかいいとこもあり、なんか最終的には結構飽き飽きしちゃった作品かなって印象ですけどね、初動枚数出たというところになってます。はい、では次4作品目、ピーター・グリルと賢者の時間スーパーエクストラ、これ2期ですね。これが初動160 いやこれさ、これ初動数字出る意味あんのかって感じだけどね、166枚ってかもう悲しいだけだよねこんなんね。まあこれ僕見てなかったですけども、全部で3巻なのか、は15分アニメだったね確かね、これまあ得点が強いわけではないにしてもだよね。もう166枚だったら数字出ず1000枚以下とかのよっぽど希望が持ってんじゃないかなと思いますけどね。はい、なってます。では次5作品目。うちの師匠は尻尾がない。こちらですね、あの落語のやつか。なんか僕もなんか、まだなと思ってすぐ切っちゃったんですけど、これ。結構面白いという意見もありましたけどね。こちらなんと。初動135枚っていう、これ多分ね、この週はとことん数字が出る。やっぱ結局オリコンのランキングトップ20を元に基本このランキングね、ランキングでこの枚数も作ってますんで、要するに20位だから全体の週のレベルが低ければ低いほど、枚数が少なくても数字出てくるっていう地獄みたいな感じでね。135枚、100枚売れただけいいんでしょうか。はい、なってます。では次6作品目。スパイファミリー、ニックルメというかね。ワンクール目が8000枚ぐらいだったっけ、8085枚とかなんかそんなような記憶なんですけど、そうスパイがさ、やっぱあの春アニメですよね、時に1万枚いかなくてびっくりしたんですけど、やっぱ初動8085枚なんで僕覚えてんだろう、怖いけど我ながらはい、っていうとこなんですけど、2クール目はなんと初動7816枚という、こうね、まあ、抜群の安定感というところかなと思いますけど、やっぱスパイで2クール目いかない時点で円盤売れ厳しいよねっていうのは、まあ春アニメの時点の話で、まあ結局ね、リコリコとかボザルとか売れるやつ売れるんだなっていうのはね、分かりましたね。まあそういう面で言うと、まあスパイファミリーってまあ円盤売れづらい作品だったのかなっていうのも見え方もするかなって、まあほんと国民的に愛されていても円盤を買うそうっていうのは小学生じゃないですから、基本的にはね。また多分、円盤買わそうってどうなんだろうね。社会人だよね、基本的に多分。まあ大学生だったらバイトしてるから買えるとかもあるかもしれないけど。っていう層に円盤を買おうと刺さったかって言われると、まあ1万枚イコールは刺さらなかったって見方なのかなって。まあ人気なのも間違いないですよ。もう疑い、もう疑念の余地なしってやつですけどね。まあ安定した数字だったかなと思います。はい。では次7作品目。僕のヒーローアカデミア6期というね。これワンクル目ですね。ワンクル目売り上げが、初動850。厳しいんだよな、これが。まあ、やっぱ少年漫画って基本的に数字出づらいのかなって思いますけどね。やっぱ呪術廻戦とか、まあ、呪術廻戦は女性人気だと思いますけどね。まあ、やっぱ鬼滅とか、やっぱあのクラスはやっぱすげえなってのは改めて思いますよね。ヒロアカってさ、3000枚ぐらい売れてんのかな、1期とかあったら。あ、
一期が4600枚、5000枚ぐらい売れてんだ。まあでもそれでも5000枚か、なかなか厳しい結果かなっていう感じですけど、まあまあそういうね、あの推移を見た上で、まあ6期、まあ、810枚やったら、まあある程度妥当なのかなと思いますけど、まあいかんせん寂しいかなっていう。まあでもヒロアカを僕メンバー買うなんて選択肢はまずなかったね。うん、まあ6期までいったらそれはなかなかね、1期よりも数字伸びるとかっていうのはいくら面白くてもないかなっていう感じはします。はい、でこれアニメ以上となりまして、続いてアニメ円盤、アニメ円盤じゃない、アニメ映画ですね、2作品という紹介していきます。で1作品目はですね、劇場版鶴ねというところでね、まあ鶴ねは僕見る見る作業して全く見れてないってフリーが苦手な人はダメだとか聞いてね、僕フリー途中で切っちゃってるんで困ったなと思ってるんですけど、まあどっからもちろん見るつもりなんですけどね、京都アニメーションね、最近9度の話ですねこれね。うん、でこれが初動3718枚という、こうね、まあなんとも言えん結果かなっていう。まあ映画ってね、映画の円盤売り上げだったら、まあ基本1万枚ぐらいはいかないとなっていう感じはしてますけど、まあまあ3000枚だとそんな、とんでもなく悪い気からもないのかなっていう感じですけどね、なってます。はい。で続いて2作品目はですね、刀剣乱舞ですね、の映画というところで、初動1718枚という、こうね、非常に売れてますね、これね。まあ、やっぱこう映画って1万枚超えてくると、なかなかの結果かなっていう、まあそういう意味では鶴のはちょっと寂しい結果かなっていう感じは、してます。はい、でという感じで、もうめちゃ久しぶりにやらせていただいてね、もう2ヶ月以上ぶりだと思うんだけど、アニメの円盤売り最新情報という、これ最新、全く最新じゃないですね、あのアニメ円盤売り急情報は以上となります。ここまでご視聴ありがとうございました。またね、あのチェーンソーマンとかいやらしいんですけど、まあ、ちょっとまとめてブルーロックとかね、出しますし、でそれでもう1本ぐらい上がった後に多分アニメ円盤売りランキング秋アニメが出て、で、また冬アニメのぼちぼち出てっていう感じで、やっていくかなと思います。まあ、円盤売り上げの、ね、情報。まあ、これもね、結構多分、動画作るのも大変だったっていうのもあって、やってないのもあったんですけど、まあ、ガンガンね、ちょっと作ってやっていきますんで、まあ、今後はね、非常に楽しみに、なるべく最新、最速で、上げていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。本当にこの度は申し訳ございませんでしたというところね。まあ、ぜひ、今回の多分円盤売り上げ、実は知らなかった人も結構いらっしゃると思うんでね、秋葉メイドの売り上げとか取り上げてる人あんまりいなかったと思うから、まあそういったね、なんかご意見とか感想とかあったらコメントね、いただけますと嬉しいです。まあ今日はね、もっと売れてほしかったけどね、クール違いはまた結果も違ったのかなとかそういうのも思いますし、スパイファミリーではさすがね、まあ、ヒロアカとかはなかなか厳しい結果かなと思いますけど、まあある意味妥当でもあるかなっていう、感じ。っていうところでしょうか。はい。ということで、以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。